で今日何やるかというと、有限回繰り返しの囚人のジレンマゲームという話です。でどんな話か、まあ、まずはですね、今日と次回共通の設定を考えていきましょう。どんなの今回と次回考えるかというと、プレイヤーが2人います。 A さんと B さんですね。ほんである同時手番ゲームがまず最初にゲームの始めにプレイされます。それをステージ1と呼びましょうか。で同時手番ゲームで結果が出て、まあ、利得を得ると。でその結果を A さんと B さんは見て、自分と相手がどう行動したのかを知った上で、また別の次の同時手番ゲームがプレイされるというのがステージ2ですね。でこれが、有限回繰り返される、永遠に繰り返されるんじゃなくて、どこかあらかじめ分かっているステージ N で、まあ、これは2かもしれないし3かもしれないし100かもしれないけども、まあ、どんな設定でも使えるように N と書いています。でそのステージ N の1個前の結果を見て、そんでまた同時手番ゲームをプレイしてゲームが終わると、こんなような流れのゲームを考えていきます。でこの同時手番ゲームが毎回毎回囚人のジレンマゲームだとしましょうか。そうしたら例としては、1年のゲーム理論入門でやった時に例で挙げた、例えばルームメイトで2人で住んでいて部屋を掃除するかしないかの囚人のジレンマゲームみたいなのも例として挙げられます。例えば同じ部屋に住む2人がいるとしますね。 A さんと B さん、そしてある日の朝に部屋を掃除するかしないかを同時に決めます。でその行動の組みによりその日の効用は決まります。その日どれだけ嬉しいかと。でこの部屋の掃除の特徴としては、自分が、ごめんなさい、相手が掃除しようかしなかろうが関係なく自分は掃除しない方が得なんですね。相手が掃除してるときはやっぱり自分はサボった方がいいし、してないときも自分だけするよりはしない方がいいと。だから囚人のジレンマの構造があって、このゲーム1回だけプレイされる場合には2人とも掃除しないで部屋が汚くなって、2人とも掃除した方がマシだったのにという結果になるわけですね。ですからそれが繰り返しプレイされます。ある日これをプレイして、で翌日の朝、前日の結果を知った上でね、2人とも掃除しませんでしたとかね、知った上で翌日の朝にまた同じ2人が掃除するかどうかを同時に決めます。でそれによってまた効用が決まってと。でちょっと話をシンプルにするために、この日掃除しなかったからって汚れが溜まって翌日の利得が変わるとか、そういうのはなしとしましょうか。ゴミが溜まったりはしないと、毎回同じ囚人のジレンマと。でそれが続くわけですね。でいつか卒業の日が来るわけですね。でその日はあらかじめ分かっていて、4年生の3月と。でその日に退去する日まで続いて、で以降もう2人は、まあ、二度と会わないと、まあ、そんなゲームはこれに近いですね。まず A と B の間で同時手番ゲームプレイしてステージ1、その結果を見て幸せが決まって、その日のね、で翌日前日どうだったかを知った上でまた掃除するかしないか決めてと。でその結果を知って3日目決めて、これは永遠に続けて最後、卒業の日、部屋を出る日にはその前日の結果を知った上で、まあ前日の結果知ってるってことは、まあ当然ね、1日目からずっと知ってるってことね、毎日毎日前日の結果してるわけですから。で最後に掃除するかしないか決めて、でもう二度と会わないと、まあそういうゲームですね。でまあこんなゲームを考えていきます。でちょっと用語を説明していきますと、用語と設定説明していきますと、同じプレイヤー間で同時手番ゲームが複数回されプレイされるゲーム、これを複数ステージのゲームと言います。だからステージ1はさっきのケースね、ステージ1は最初の囚人のジレンマですね。ステージ2、ステージ目は2回目、2日目の囚人のジレンマと。でこれ最終ステージの囚人のジレンマねと呼びます。
で、それぞれの同時手番ゲームはステージゲームと呼びます。だから、最初の囚人のジレンマは、まあ、ステージ1のステージゲームですね。次の囚人のジレンマはステージ2の囚人のジレンマですね。まあ、そんな感じで、それぞれの同時手番ゲーム、毎日プレイする同時手番ゲームをステージゲームと呼びます。そしてあるステージゲームで実現した結果は以降のステージゲームでの利得票の数値に影響しないとしましょう。で、これどういうことかっていうと、さっき言ったような、ある日ね、こう掃除するしないでこう 2×2 があって、でこの決まった数字をもらう A さん B さんもらって、で翌日、前日ここだったかここだったかによって次の日の利得票は変わりませんってことですね。だからゴミがたまらないって話をしましたけども、まあそういう話ですね。利得票は変わらない、数字は変わらない、その日に得る効用は変わらないと。2人とも掃除しなかったら、掃除しないしないだったら、前日掃除してようがしていまいが同じ利得ですね。その日の利得はそういう設定です。で、ただ各プレイヤーは、過去のステージゲームで実現した結果、それ見られますよね。それに応じて以降のステージゲームで違う行動を選んでも構いません。で、ちなみにこれ、ゲーム性とこれ戦略じゃなくて行動になるんですね。戦略っていうと、前の日にこれが起きた場合にはこれをプレイ、こっちをプレイして、これが起きた場合にはこっちをプレイしてっていうね、条件付けした、行動計画全部が戦略なんで、ゲームで言うと行動なんだけど、まああまり細かい話をしても知らないんだけど、だから違う行動を選ぶと。だから前日あいつは掃除しなかったから今日は掃除しませんとかね、前日相手が掃除してくれたからお返しに掃除してあげましょうとか、そういうことはすることができるわけですね。ただ利得票は変わらないけども、行動は変わりるということです。当然、変えなきゃいけないというわけじゃなくてね、そうするのが得なんだったら当然変えることもあり得るわけですね。そして、今回と次回は、何ステージ目にゲームが終わるのかが事前に分かるゲームを扱います。だからさっきね、卒業の日が決まっているとそういう話をしましたよね。そうじゃなくて、まあ、実際の人間関係っていうのはまあずっと続くわけで、いつ終わるか分かんないですよね。でも今回は、分かるゲームを扱います。まあ、そういうのを有限回繰り返しゲームと言ったりしますが、分かんない場合は無限回と言って、扱いが違うんですが、ちょっと無限回の話はこの授業では取り扱わないで、有限回の話でとどめておきます。そして、今回と次回で話が違う設定があって、今回はどのステージゲームでもナッシュ均衡が一つだけあるタイプのゲーム、例えば囚人のジレンマゲーム、そうですね、両者裏切り、まあ、さっきの例で言えば両者掃除しないが唯一のナッシュ均衡ですよね。で、それが毎回毎回プレイされると、そういうのを分析します。で、ちょっと次回、まあ、予告しておくと、次回については最後のステージね、でナッシュ均衡が複数あるタイプの場合どうなるかっていうのを、分析してちょっと変わってきますよって話を今日は、次回はやっていきます。ですが今日は、もうナッシュ均衡1個だけのケース、毎ゲームと。で、他にもね、囚人のジレンマの他にこんな例ありましたね。立地ゲームですね。この浜辺があってどこにアイス屋さんを出すかっていう話やりましたよね。中心部に2人ともやるのがナッシュ均衡ですってやりましたよね。それはゲーム理論入門でやりました。ホテリングの立地ゲームというやつでした。っていうのも、近くのお客を取れるので、相手が端っこに店建てたら真ん中ら辺、まあ厳密に言うと相手よりもちょっと中心近くに店を建てれば客をみんな自分の方に近いから来てくれます。相手は目の前の客しか取れません。まあそんな話やりましたよね。そんでナッシュ均衡は両者中心に店を出す。だから、ガソリンスタンドは同じようなところにみんなできるし、コンビニもできるし、でまた、政策、2人の立候補者がいたら同じような政策言うとか、そういう話をしましたよね。まあそれも一つのケースですね。ナッシュ均衡が一つだけあるタイプだから、それが毎回繰り返されるゲームっていうのも今日扱う分析結果をそのまま使うことができます。さて、こういう設定のもとで今日何を明らかにしたいか、各ステージで実現するのはそのステージのナッシュ均衡だけでしょうかという話です。つまり毎日毎日2人は掃除しないで終わりと、そういう結果になりますかという話です。1回だけプレイされる場合には2人とも掃除しないで終わりますよって話しましたよね。
ですがそれが繰り返される場合にはもしかしたら今日掃除しなかったら相手がもずっと掃除してくれないから逆に自分にマイナスかもしれない、だから今掃除して将来相手を掃除させようとかね、そういうことが可能かもしれませんね。ということで、まあ、これ例として囚人のジレンマで協力裏切り、まあ、こっち掃除する掃除しないみたいな感じね。で、男子金庫どうなるか、相手が掃除するんだったら自分は掃除しません、相手が掃除しない場合も自分は掃除しません、これが両者言えるわけですね。5と41とマイナス1で男子金庫は2人ともこっちを選ぶ、だからこれが1回だけプレイされる場合にはこれが起こるでしょうという話でした。じゃあこれが繰り返しプレイされる場合にはどうなるでしょうか。そんな場合にはもしかしたらこういう囚人のジレンマであってもある日にどちらかがね掃除したりするかもしれません。2人とも掃除しないとは限らないんじゃないのというのを考えてみましょう。でだからなんでこんなこと考えるか、なんで毎期毎期繰り返しプレイされる場合には変わる可能性があるのかって言ったらっていうと、例えばね、今期協力したら来期協力させてあげるよと、例えばねそんなふうに言われたとしますね。逆に今期裏切ったら来期裏切りしかやらないぞと、そんな感じで、もしかして2人で合意できたら協力が実現するかもしれませんね。なぜなら確かに今だけ考えたら裏切ったら4から5になって得になるかもしれないけども、そのおかげで来期以降両者裏切りになっちゃうから、これね裏切ったら両者裏切り、そんなのだったらずっと協力した方が得なんじゃないかと。今確かに1損するけど将来ずっとねこの得もらえるんでね、裏切りよりマシですよねと、そうやって協力が実現するかもしれないなと、そういうのを見たいんですね。で、つまりあるステージでナッシュ均衡以外の戦略の組が実現することはあり得るでしょうか。繰り返し、掃除するか決める場合にはある日に2人が掃除するとか、そういうことも、起こり得るんじゃないか。つまり今は損だが、今損してますね、サボった方が得ですからね、でも将来の得につながる、もしも裏切ったら来期以降相手が怒ってこっちになっちゃうから、今1我慢して将来、ここからここかな3、今1損して将来3得する、そんな行動が得になるかもしれませんねと、そういう話を考えていきましょうというのが、今回明らかにしたい話になります。で、ですがまずはシンプルな、2回繰り返すだけで終わりに、だけのゲームを考えましょう。2回繰り返すだけの囚人ジレンマゲームですね、ステージ1とステージ2でおしまいと。でそれにまず分析して、それを、多段階に拡張していきましょうというのをやっていきます。まずステージ1、これちょっと時点 T ね、1と書いておきましょうか。だからちょっとね略してステージ1って書いたりね、T これ1とは書かないかな、まあ、こういう書き方でここに T が入りますよみたいな書き方をすることがあります。でまず、プレイ2日間だけ一緒に暮らすケースね、2日間だけルームメイトがいると、プレイヤー A と B が同時に協力か裏切りかを選びます。だから普通の同時手番ゲームですね。 A さんも協力か裏切り選ぶし、 B さんも選ぶと。でこの数字は1個前のスライドと同じ数字ね。で選び終わったら利得の一部、つまり今日の利得ですね、利得のうちその人の幸せ、2日間の幸せのうち今日の部分である1期の A さんの利得と1期の B さんの利得、このペアが決まります。でその数字がこれなんですね、今日もらえる分です。そして今日もらえる分が決まったらそれを見た上で翌日のゲームをプレイします。翌日 A と B が同時に協力か裏切りを選びます。で選び終わったら利得の2日目の A の利得と2日目の B の利得が決まります。でその利得っていうのは、まあ、さっきと同じ利得表です。そしてこの利得表になるのは前日に2人が掃除したからきれいになるとかね、そういうのはないし、2人がね掃除しなかったから汚れて汚れがたまるとかそういうこともなくて、前の日に何が起ころうが利得の数字はこの数字という設定を考えますね。
で、そして2日目掃除するかしないか決まって、その利得をもらって、2日目の利得をもらってゲーム終了。2人は二度とゲームをプレイしませんと。そんなゲームを考えましょう。で、ここで2人の幸せどう決まるか、2日間の利得ありますよね。1日目と2日目ね。で、どう決まるかっていうと、こんな設定考えます。1日目の利得足す2日目の利得なんだけど、2日目の利得はちょっと割り引いとこうか。これ1以下ね、1以下の、ただ0よりも大きいと。0より大きくて1以下、つまり、例えばね 0.8 だったら、明日の利得は8掛けと、今日の利得は1だとすると、明日の利得は8掛けみたいな、そんな感じです。で、どんな人も今同じ1もらえるんだったら今もらえる方が嬉しいよね。で、それは単純に消費する場合もそうでしょうし、また、消費しないで貯めとく場合も1日貯めとけば利子がつきますからね。そんな感じで、今日と明日のはそのまま、まあ足してもいいんだけどね、1なんでね、1だったら足す、そのまま足す。でもそれよりも小さいケースがありえますよっていうケースですね。で、内訳はこれさっき見たように1日目の利得ですね。利得のうちで、これ I さんね、 I さんはこれ A かもしれないし B かもしれないと。で、 I さんの利得はこうかけて、利得のうちステージ1での両者の行動によって決まる部分がここです。だから1日目の利得表の数字ですね。 A さんだったらこれかもしれないしね、これかもしれないし、これかもしれないし、これかもしれないと。 B さんはね、この青い方ね。で、今度、こっち側、これ2日目の分ね、2日目の分でやっぱり A さんだったらこれかもしれないし、これかもしれないし、これかもしれないし、これかもしれないと。で、ただ単純に足すんじゃなくて、割引きましょうと。まあ今日はね、別に割引なくてもいいんだけど、明日じゃない、次回やるケースで割引が大事になってくるんで、一応今日も割引の話をつけときますね。で、ここ I さんって書いてあるんだけどね、これ I さんの割引ですね。人によって性格違いますからね。で、これ割引因子と言います。このね、0よりも大きくて1以下である、これを割引因子と、ディスカウントファクターと言いますが、これ何意味するかっていうと、プレイヤー I さん、 I さんの割引因子なんでね、 I さんにとってステージ2での1単位の利得の減少、これをステージ1での何単位の利得の減少に該当するでしょうかと。それはデルタ I 単位ですということですね。つまりこれ1減って痛いですよね、1減ったら。でもそれは1期目の、例えばね、これ 0.8 だったらマイナス 0.8 の痛みと同じぐらい痛いという意味です。だからね、これがね5倍になったら、これ5倍なのね、584かな、5の痛みは4の痛み、今の4の痛みと同じ、明日の5の痛みは今日の4の痛みと同じと。デルタが 0.8 だったらね、1だったら同じですね。昨日の1の痛みは今日の1の痛みと。だからこれ大事なのは、これ何に使うかっていうと、今日と明日のトレードオフを考えるときに使うんですね。だから例えばね、ある日ある行動を選んだら、今日5もらえる代わりに明日4減るよ、余計にもらえる代わりに4減るよ。これ 0.8 だったらトントンってことね。同じ5と4なんで、あ、ごめんなさい、5と4なんで5の方が大きいから絶対やった方がいいかっていうと、そんなことなくて、ごめんなさい、逆だった、やり直し。明日4、ごめんなさい、今日4もらえるある行動を選ぶと、代わりに明日5減るとしますね。そうするとこれは絶対に我慢した方がいいかっていうと、そんなことなくて、それはこのデルタ次第なんですね。 0.8 だったらトントン、 2分の1だとしたら、これこの行動を選んだ方がいいのね。だって明日の 0.5 の痛みは今日に換算すると 2.5 の痛みですからね。それだったら4の方が大きいですよね。ただしこれがもう1に近いような人、1だったらこれはやっぱり明日の方が痛いからやめようとなるよね。まあそんな感じで、今日と明日のトレードオフを表すときに、この数字を使います。換算する上でね。まあそれは後で具体例で数字やっていきますけども、まあ例としては1だった場合、これはもう単純に
これ 1LL と 1LN で、まあ、こうないのと同じですよね。2つの期間の利得を足したものです。ですから今日の痛みと明日の痛みは同じ数字として扱います。つまり意思決定する際には今期に得る利得と同じ度合いで来期の得る利得が大事であると、まあそういう状況ですね。単純に足すのでこっち1上がる代わりにこっち1下がったらそれはトントンですね。プラスとマイナスが打ち消しちゃって同じ利得になりますね。一方ゼロ、まあ、今回はねゼロのケース扱わないけどもね、ゼロよりも大きいとしてるんで、ゼロ扱わないけれども、これどんなケースかって言ったらもう今日さえもらえたら明日はどうでもいいって人ですよね。今日1もらえる代わりに明日100失います。そんなこと普通の人は選びませんが、いや構わないよと、明日の痛みは俺にとっては今日の俺にとってはどうでもいいよと、まあそういう人ですよね。これの場合利得プラス1になりますよね。だからこんな人っていうのは今日が大事っていう人、刹那的に生きる人ですね。だからプレイヤー I さんがステージ1で意思決定する際には今得る利得だけが大事で明日の利得はどうでもいいと考えている状況です。ですがまあ今回のケースの場合にはちょっとゼロはなしね、ゼロよりもちょっと大きいからちょっとは気にすると、どんなに、来期はあんまり気にしない人であってもちょっとは気にすると、そんな設定を考えていきます。じゃあ練習問題1いきましょう。デルタ I、 I さんの 割引金額3分の2です。こんな I さんは下のような利得を生む行動 X と Y どちらかをステージ1で選びます。ちょっとねこれ来週使う数字に関係したらある話なんだけど、例えばね X 選ぶと今期4得られます。時点1ね。その代わり来期0になっちゃいます。あるいはそうじゃなくて Y という選択肢もあります。それを選ぶと5もらえます今期。ただし来期3失います。これデルタ次第でねどっちの行動が得か変わってくるんだけど、じゃあ3分の2の人だったらどっちがいいですかね。考えてみましょう。でこの利得の差っていうのはねこの X-Y を表しています。4-5 はマイナス1だし 0-3 はプラス3だしね。だから X がどれだけ得かを表してるんですね。つまりこれは X はマイナス1だけ得、つまり X 選んだら1損ね。こっちは X 選んだら3得してますよね。じゃあどっちが得ですかね、この人どっち選びますかね。でこれさっきのトレードオフの話になってきますよね。まあ簡単な考え方としてはもう単純に利得計算しちゃいましょうか。さっきのこの式に従ってね、でこれが3分のデルタが3分の2になります。計算すると4ね、足す0かける3分の2だから4ですね。 X 選んだら4の利得、 Y 選んだら5今期ね、足すマイナス3来期ね、かける3分の2来期3の痛みがあるんだけど、それはね今期に換算するときには3分の2に減らすんですね。あまり気にしないで3分の2で割引とマイナス2になりますよね。ここだから 5-2 で3になりますね。でこの人はこの最大化を目指すんですね。この利得を目指すので最大化を目指す、最大化、最も大きくなる行動を選ぶので今回の場合には4と3でこうなるから X ですね。 X がいいですね。それが一つ目の回答例です。つまり行動 X が無利得、つまり今期足す来期をデルタで割り引きます、それが4です。それが X、 ここね Y は3、 Y は3だから利得が大きい X の方を選びます。これが分かりやすいよね。単純に計算して比較する。でもう一個の考え方、こっちの方が大事だと思いますが、この人は例えば
利得の差ってこれどう考えるかっていうと、 Y から X に変えたらどれだけ増えるかっていう話ですね。 Y から X に変えて増えるんだったら X 選べばいいし、増えないんだったら Y 選べばいいよね。じゃあ Y から X に変えるとどうなるか、これ今損しますよね。1損する、変化で考えますね。変化量、今1損して来期3得するんですよね。これ割に合いますかね。それはその人次第ですよね。今1失って来期3より多くもらえる、それはもう単純に変化量、今の1の減少と来期の3のプラスをそのまま足し算しちゃダメで、来期の3のプラスは割り引かないとダメですよね。3分の2かけたらこれ2になりますよね。だから実質的に今1失って来期2受け取るのと同じなんですね。今1失って今2受け取る、まあ実際は来期に3受け取るんだけどね、 今2受け取るのと同じ換算されるので、だから Y から X に変えると1得します、だから X を選ぶというのがもう一つの考え方です。つまり Y から X に変えると今期に得る利得は1減っちゃいますよね。これね、代わりに来期得る利得は3増えますよね。3増える、まあ3失わないで済むっていう感じだけどね、これの場合には。だから3と1で3の方が大きいってそのままいっちゃダメで、ただこの来期の3の変化っていうのは今期と比較する際にはそれを3分の2かけてデルタかけて2に相当するということになりますね。だからこれ割り引くわけですね。だからこれはね、3分の2っていうのは来期のお金を今期に変換する係数みたいなもんですね、換算率みたいなもんで。だから結局今期1失うか今期2受け取るか、ごめんなさい、今期1失って2を受け取るべきか、今期ね、それはすべきですよね。1失う代わりに今期2もらえる、まあ実際には来期3もらえるんだけどね、でも今期2に換算されます、この人の好みでは。だから1得するから行動 X が選ばれますということです。ということでこのデルタの使い方、分かりましたでしょうか。割引の考え方ね。でだから今回なんでこれが大事かっていうと、今期囚人のジレンマで損します、掃除したら嫌だよね。でもそのおかげで来期二人の間の幸せが訪れるかもしれないと、それ割に合うかもね。だから囚人のジレンマ、単独で見れば掃除しないのが得なのに掃除することが起こるかもねということが起こるでしょうかというのを見ていくんですね。じゃあ、具体的にさっきのゲームの、ゲーム抜きとか戦略とかを考えていきましょう。つまりこれまでやってきた、同時手番の繰り返しされるやつをゲームの機に落としてみましょう。これイメージ図です。最初にステージ1のゲームが行われますよね、囚人のジレンマゲーム。そしてもし協力した場合にはこっちのステージゲームをプレイします。普通の囚人のジレンマですね、同じ利得表です。でじゃあもしも両者を裏切ったらどうなるか、裏切ったのを見た後今度この囚人のジレンマゲームをプレイします。同じですよね、まあこれも当然同じね。でこれが起きてもこれと、たださっき言ったように前期に利得表の数字は変わらないけども行動は変えてもいいよって話でしたよね。もしかしたら協力の後は協力が起きて裏切り裏切りの後は裏切りが起こるとか、そう変わるかもしれませんね。本当にそうでしょうか。まあそういうのを考えていきましょう。で、ただこれはちょっと非公式の図というか、ちょっと厳密な図じゃないので、ちゃんと今まで勉強したやり方で書いていきますね。まずステージ1、同時手番ゲームですね。A と B が1決定をします。ちょっとこれ省略してるけど、こっちが A でこっち B ね。まあどっちもいいんだけど、A と B と。で、まず協力と非協力を A と B が同時に選びます。だから初期点でちょっと A 先に書きますね。同時手番なんで、どっち先書いてもいいんだけど、A が協力か非協力か、裏切りか、ごめんなさい、協力か裏切りかを選んで、で相手がどっちを選んだのか B は知らずに、同じ情報集合ね、協力を選ぶかあるいは
非協力を、裏切りを選ぶか、これがステージ1ですね。でその結果どうなるか、両者協力したら 4-4、 これはねさっき見たよね、この真ん中のこれを見て決めればいいね。ちょっとこっちに再形してます。 4-4 ですね。ただ A が4、 B が4、協力裏切りだと、これかな、マイナス1、5ですね。こういくんだよね。ほんで、裏切り協力だとこれですね、5-1、こういきますんで 5-1、5-1ですね。で最後裏切り裏切りだと、こういきますんで裏切り裏切り1-1ですね。 A が1、 B が1と。でこれで、利得の一部分が決まりましたね。でこれがステージ1で結果を知りました。例えば両者協力協力が起きたのを知りました。 A さんも B さんも知っています。でここで、囚人のジレンマもう一回しますね。で利得としてはさっきの4に A さんはね、さっきも4得るのが確定して、多数ステージ2での利得ですよね。ステージ2での利得にデルタ A をかけると、 B さんね、これ多数ステージ2での利得にデルタ B をかけると、そんな感じになりますね。だから4たすホニャララに2人ともなるんですね。でこう着目すると、ここね、この部分、両者協力が起きたというのを知った上で意思決定するから、 A さんはこれどこの情報集合ともつながってませんよね。そして B さんはこのどっちにいるか分かんないんだけど、それは A がどっちを選んだか、ステージ2で選んだのかを知らないだけで、ここにいるっていうのは分かってるのね。ここっていうのはつまり両者が協力を選んだ後の木の中ですよね。だから前の木に何が起きたのか分かんないとかあるんだったら、これとこくっついたりするんだけど、そうじゃなくてちゃんと結果を分かった上でっていうのは、ここだけつながってるから分かるわけですね。でそしてここで再び、これは囚人のジレンマゲームを書いたやつですね。同じですよね。協力するか裏切るかを A が選んで、それを知らずに B が協力を選ぶか裏切を選ぶかを選ぶんですね。でその結果どうなるか、例えば両者協力してまず 4-4 が確定した後に、例えば、協力裏切りにしようか、協力裏切り、これがステージ2でもらいますね。だからさっきの4にステージ2のマイナス1にデルタ A をかける、 A さんはね、 B さんは5、ステージ2、 2日目にもらえる5にデルタ B をかけると、これが利得ですね。だから全部前の日の、利得 4-4 にこの利得表の値がくっついてる感じですね。 A さんの場合にはこの4つのパターンね、4つの数字がありますね。 B さんはこの4つの数字ね、4つの数字があると、でそれに自分の割引率をかけてると、まあ、こんな感じで書かれています。で他のところも同じね。他のところは1日目の利得が、例えば協力裏切りだったらここなんで1日目マイナス1、5ですね。だから2日目の A さんの意思決定の時に、これが起こったのを分かった上で意思決定する時には、 A さんの利得はマイナス1足すマイナス1足す、ね、その第2ステージでのこの数字を足したもの、どれかを足したものになってますね。でデルタをかけると、で B さんは5、この5を得た上で5に第2ステージでのこの利得が加わっていると、これね加わっていると、でデルタかけていると、まあ、こんな感じで書かれています。で当然この A さんは協力裏切りの後知っているので、ちゃんと相手が協力したのか裏切ったのかな、 B さんどっち選んだのか分かんないとかなってないよね。ちゃんと分かった上でやってますよね。で B さんは情報集合ここで、閉じてますので、ここで限定してますので、こっち側にいないよ、こっち側にもいないよと、つまり両方とも協力裏切りの後のこの中にいますよというのを分かった上で意思決定するというふうに書かれているわけですね。はい、ということで、利得表が書けました。でここで、プレイヤーの戦略って何でしょうか。プレイヤーの戦略というのは、各情報集合で
自分の手番である各情報集合、それ情報集合それぞれに対してそこで選ぶ行動を割り当てたものですね。でこの、まあ、概念をこのケースに当てはめてみると、 A さんはまずここでどうするんですか、協力ですか裏切りですか、それがまず1個目ね。はい、ゲーム開始時でのステージ1での行動を決めるときの情報集合、初期点ね、 A さんの場合で。次、そこだけの選択じゃないですよね、それはただの行動。次、ここでどう行動するか、もしここに来たらどう行動するか、協力裏切りか、つまり協力協力の後どう行動するか、この情報集合でどう行動するか、これね、協力協力の後どうするか、協力裏切りの後にどうするか、それはここでの意思決定ね、協力裏切りの後どうするか、裏切り協力の後どうするか、どっちか、裏切り協力の後ね。でまた裏切りの後どうするか、裏切りここに来た後どうするかということで、5個協力か裏切りかを5回選ぶことになりますね。まあ5個指定することになります。ここでどうするか、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 ここでどうするか。 A さんの戦略の例としては、まあ、ちょっとね順番で、最初初期点で協力して、協力協力の後裏切って、協力裏切りの後裏切って、協力協力の後裏切って、裏切り協力の後裏切って、協力協力の後裏切って、協力裏切りの後裏切って、裏切り協力の後どうするかで、最後裏切りの後どうするかね、裏切りの後、まあ、そんな感じでこの5個の点でどう行動するかを指定したもの、その組がこの人の戦略ですね。だからこれ A さんの戦略何パターンあるかっていうと、ここで2パターンね、2パターン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  2×2×2×2×2、 32パターンあります。大変ですね、いっぱいありますね、いろんなの。じゃあ今度 B 行きましょう。 B も情報集合ごとにどう行動するかですから、まず初期点でここでこう行動するか、こう行動するかですよね。だからやっぱりゲーム開始時のステージの意思決定をするときの情報集合、ここでどう行動するかが2パターンですね。次、協力協力が実現した後、つまりここですね、ここで協力するのか裏切るのかで2パターンですね。またここ、協力裏切りの後こうするのかこうするのかで2パターン、またここでどうするか、協力か裏切りか、最後ここでどうするか、協力か裏切りか、あとまあ消したけどこれね。ということで5箇所で協力するか裏切るかを選ぶんですね。だからやっぱり 2×2×2×2×2 ですね、32パターンと。ということで、ね、こう例えば B の戦略の例も同じね、最初どうするか、ここで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 どうするかね、そうやって5個並べてるのね、こう5個並べてると。で例えばね、例として、まあ、こんな戦略の組があります、 A の戦略と B の戦略の組と。だから、こうやって、どちらのプレイヤーにとっても上記の5つの情報集合ね、さっきやった情報集合ね、このこれね、これと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 これ、枝でも書けますよね、ここって分かりますよね、今言ったように B だったらこことここか、まあ、そういうところで、選ぶ行動を順に並べた5つの行動のリスト、これが A さんの戦略、 B さんの戦略です。だから例えば A さんはね、最初まず協力して、両者協力したら裏切っておいて、協力裏切りの後は裏切っておいて、裏切り協力の後は裏切っておいて、裏切りの後は協力しよう、これが一つの計画ね。ただまあ実際ね、ここはね絶対プレイされないのね、この戦略の場合。最初協力したのに裏切った後どう行動していたはずか、自分が、それは実際にはプレイしないからね。だから実際にプレイするのはこっちかこっちですね、相手の行動次第でね。ですがそういうね、
自分の行動により絶対に実現していない部分ゲーム、まあ、後の第2ステージでの行動も書くのが戦略って話をしましたよね。で B も同じですということで、じゃあこれで実現する枝はどうなりますか、書いてみてください、これね、 A さんはこれ、 B さんはこれで、これでね、枝でこうなってこうなってとね、こう書いてみて、また次のスライドで、これが実現して、こっちだとこっちが実現して、こっちだとこっちが実現して、まあ、そんな感じで書いてみてください。じゃあまずこの枝に書いていきましょうか。最初のステージで協力選びますね。協力で次、裏切りですね。裏切り、次裏切りですね。裏切り、次裏切りですね。裏切り、次協力ですね。協力で、ちょっと同じことを次のスライドでもやっていこうか。協力の裏裏裏強と、協力の裏裏裏強と、この B さんは裏切りですね。裏切り、協力、協力、協力、裏切り、裏切り、こうですね。でそれを次のスライドでも書いていくと、裏、強、強、裏、裏、裏、強、強、裏、裏。はい、ということで実現するパス書いていこうか。まずここからスタートして、こういってで、こう行ってこう行ってこう行くので、利得としてはここですね。これが実現しますね。次、協力裏切り、まずここが実現して、で、もし協力協力が起きていたんだったらここが起きて、で、こことここと、ここですね。ただ実際実現するのはこことここですね。だから A さんはマイナス1たす5デルタ A になるしね。 A さんは、 B さんは5引く1デルタ B になるかな。そうなってますね。これですね、実際実現するのはこうですよと。で、どちらのプレイヤーにとっても選択可能な種類、戦略の種類、5個のね、これ並べたやつでしたよね、5個。だから、ほんでこれがステージ1で、ここからこうステージ2ね。だから、ステージ1の2パターンと、協力協力なと、協力裏切りなと、裏切り協力なと、裏切り裏切りな、裏切り裏切りなとということで、32パターンあって、じゃあこれでナッシュ金庫出そうって言ったら、これもうしんどいよね。35行32列のこうセルをこうやってね書いて、そういうことになるよね。こうもう病んでくるね、こんなになったら。これでまだ88ですからね、さらに分けていかないと、2回ずつ分割していかないといけないんで、まあ大変ですよと。1024セルでナッシュ金庫を探すのは大変です。ですが、まあ部分ゲーム完全金庫を出すだけだったら、縮約していけばいいよね。縮約っていうのは一番小さな部分ゲームを見つけて、その中でナッシュ金庫が実現するでしょうとやっていくんですよね。じゃあやろう。じゃあこの練習問題には全ての部分ゲームを示せという問題です。何個ありますかね。もうちょっとこれは私やっちゃいますね。まず一番小さな部分ゲーム考えていきますね。これダメね。これこうちょん切っちゃってるんだね。こうダメ。これだったらいいよね。これ初期点、他の情報集合と共有しない点からスタートして、で子孫の枝を全部含んでますよね。はい、これもいいよね。これもいいよね。これもいいよね。でこれですね。はい、こうなりますね。5個ありますね。全体のゲーム1個と部分ゲーム4個と。
で、この部分ゲームっていうのはステージ2のゲームに該当しますよね。だからこの一番最初の部分ゲームっていうのは2人が協力した後の部分ゲームのことですよね。ステージゲームに、ステージ2のゲームですね。これは協力裏切りの後のステージ2のゲーム、まあ、そんな感じでね、部分ゲーム、分かりますよね。じゃあこれ特には部分ゲーム完全金庫見つけるにはどうすればいいかって言ったら、この中のナッシュ金庫を出して、これをね利得表に置き換えましょう。利得表に置き換えてナッシュ金庫を出して、そこで実現する利得でここを置き換えましょう、この点を。まあ、実際ねこれなんだけど、これをここにこう持ってくればいいよね。ここも同じようにやっていこうか。ここをこの部分ゲームのナッシュ金庫で置き換えて、実際これなんだけど、こいつをここに持っていこう。ここもね、こいつもこれがそうなんだけど、こう持ってきて、ここも同じようにね、これをこう持ってきて、で縮約したらまたこれ1個のね、金になりますんで、これまた利得表に書き直してナッシュ金庫を探す。それやっていけばいいよね。はい、ということでやっていきましょう。まずやるべきは部分ゲームを利得表に置き換えよう。ここ、これ置き換えましょうか。協力だったら4たす4デルタ A と4たす4デルタ B と、こんな感じで、協力だったら4たす4デルタ A、 4たす4デルタ B、 こんな感じで、さっきのこのね枝、これを利得表かけますよね。はい、書きました。両者協力の後のステージ2ね、これステージ2のゲームね。ステージ2、ステージ2、ステージ2ですね。で、利得表のセルにはですね、ちゃんと総利得が書いてあります。ステージ2だけじゃなくてね、ちゃんと1のステージ1での利得と、 A さんの場合ね、これステージ2の利得にデルタ A をかけると、それが A さんだしね。そういうようにしてやっています。はい、こうやって利得表に書き直しました。で、この点どうするか、このゲームのナッシュ金庫で置き換えればいいよね。こうどうするか、このゲームのナッシュ金庫の利得で置き換えればいい。ここどうするか、同じようにねやっていくと。じゃあやっていきましょうか。ただこれ4個は一気にできちゃいます。ちょっと例として一個一個考えていかなくてもいい。まあ一個一個考えてもいいんだけどね。これやったらこうなって、こうなって、でこれとこれ比べてこうなって、これとこれ比べてこうなるから、あ、だからナッシュ金庫これだよって当然やってもいいですが、4個あったら大変だよね。だからちょっと理屈で考えてみようか。でちょっとね、このゲームのねナッシュ金庫探してみようか。まずこれとこれ比べようか。 A さんは相手が協力したら自分は協力すべきか裏切るべきか、これの比較ですよね。まあこうなるけども、比較するんだけど、つまり協力の後の部分ゲームで、協力の後の部分ゲームで A が相手がステージ2で協力する場合には、相手 B がステージ2で協力する場合には、自分は協力と裏切り、どっち選ぶべきだろうか検討しますね。そうすると数字2つ比べればいいよね。こいつとこいつですよね、どっちがいいかなと。それをここに書き直してます。で、さっきこうなったけどね、こう書いたけども、まあ内訳書くとね、1期目もすでに得た利得、なぜなら1期目協力で4得たから、協力で4を得たから、まず4が固定でもらえて、で今新しくもらえるのが、協力した場合には両者協力で4、自分が裏切った場合、自分が裏切り相手協力ですから5ですね。これね、4と5、ステージ2単独で見ればね。でこの大小比較するんだけど、ちょっと待ってよと、これ全部比較する必要ありますかと。もうこれすでにステージ1で確定してるんで、これ同じですよね。これも全部同じです。ここ同じです。 A さんにとって。だから大小比較するときに別にこれ考えなくていいよね。ここも同じだよね。同じだから別にこれ考えなくていいよね。これ比較するときも5同じだよね。もうすでに1期目のステージで得たものだから、もう確定してるんですよこれ。じゃあ残った部分で比較しようか。4デルタ A と5デルタ A を比べるんだけど、ちょっと待ってと、これ 0.8 とかもう固定の値ですよね、プラスの値。だからこれ別に無視していいよね。どっちが大きいか考える際に、これが
影響することないよね、同じ数字なんだから、しかもプラスだから。ってことで4、すでにステージ1で得たお金は固定だから無視できます、無視できます。デルタ、これ共通なんで上と下でね、無視できますよね、どっちが大きいか比べる際にはね。だからこれだけ違うよね。つまりステージ2での行動に影響するのはステージ2の利得だけです。つまり今どれだけ得るかだけが大事ですよね。ってことで、まあ、つまり理屈で言えばステージ1での位置決定ですでに値が確定している、時点1の利得、さっきの場合4はもうステージ2ではどうにもできませんよね。これサンクですよね、サンクコストであったりサンク便益であったりね。だから、まあ、実際の人間がそう行動するかともかくね、実際の人間はそのサンクコストとかに影響されちゃった話なんだけど、まあ、合理的な人考えているのでもう無視します。どうしようもできないので残りの部分、今の意思決定で変わる分、これを最大化することになりますよね。それがここを最大化するよ、大きい方を選べばいいんだよと。さらにこのデルタ部分もこれも、時点2での最大化とは無関係ですよね、無視します。でそもそもこれ何に使ったかっていうと、今期の痛みと来期の痛みを比較する際にやったんですよね。だからもうこれ関係ないですよね、2期目どうするかっていうのとは。だから両者これを最大化すべきなんですね。ということでこれ利得表、この全部の利得表をまとめてどう書くかっていうと、ステージ1で得た利得 A さんがね、足すステージ2で得る利得、左上だったら4、右上だったらマイナス1、まあそんな感じでね、にデルタ A をかけたものですよね。だからこれどのセルも まとめて書いちゃうとこんな感じで書けるよね。もう1期目に得た利得、まあこれはね、あのどの部分ゲームかによって変わるけれども、でもどの4つのセルどこ見ても共通ですよね。ここの中では共通、この中では共通、この中では共通ですね。ここの中では全部4だし、この中では A さんにとってはマイナス1だし、全部この中では5だし、この中では1だし、だからもうこれこう書けますよね、同じ値同じ値だから大小を比較するときにはもう無視していいよね。でまたデルタも無視していいよね。ってことはもう変わってるのもここだけですよね、こうこれ。ただもうこれ最大化するって考えていいですよね、これを元に判断すると。つまり2期目の利得だけに着目して意思決定すると考えて OK です。でこれ B も同じね、公開はもうすでに決まっちゃったことなんでどうしようもないから、代償を比較する際ではこれとこれ比べる際にはこれ、まあ引き分けだからね、ここの部分は残りの部分で比較すればいいよね。ってことで B も消して、デルタ B も全部共通なんで、ってことで代償を比較する際に大事なのはどのセルでもこれが大事なんですね。ここ2期目にどれだけ得るかってことは、全部2期目の利得表をもとに最適行動を選ぶことになるわけですね。2期目の利得を最大化すべき行動するはずなんですね。じゃあ何が起こるかって言ったら、これを最大化するんだからナッシュ均衡が起こるはずですね、両者同時に意思決定してね。ナッシュ均衡いくつでしょうか。あ、だからこれあれね、1期目の利得表と同じね、1期目だけの利得表と、はい、こうなってこうなってこうなってこうなるからね、青の方は。はい、ということで、ナッシュ均衡はこれですね。ってことでこれはどの部分ゲームでも、どの部分ゲームでも同じです。ここがナッシュ均衡です、ここがナッシュ均衡です、ここがナッシュ均衡です、ここがナッシュ均衡です。ってことで2期目には何が起こるか、裏切り裏切りが起こるんですね。つまり、さっきのルームメイトの話で言えば、最終日には2人とも掃除しないんですよ、合理的だったらね、本当に自分の利得だけ最大化するんだったら。ってことで2日目、もしも前日に両者掃除したとしてても掃除しません。 A だけ掃除してたとしても2人とも掃除しません。B だけ掃除してたとしても掃除しません。2人とも掃除しなかったとしても掃除しません。ってことでね、これ、ルールメイトが退去する日の朝は誰も掃除しないんですね。つまり自分の利得にとって大事なのはね、その日に得る利得だけですからね、自分の行動によって変わってくるのは。
でしかももう二度と会わないからね、来期以降に何かお返ししてくれるかもしれないんだったら協力するかもしれないけども、二度と会わないから裏切るんですね。で、まあ、とにかくステージ1の4つのどの結果が実現した後であろうが無関係に、ステージ2では、まあ、それぞれの部分ゲーム、ね、の唯一のなし金庫ですね、それは裏切りが実現するはずなんですね。結局これ数字変わってるけれどもね、前の期のねリト君に応じて、でも結局大事な部分だけ取り出すと2期目のステージゲームこれになっちゃいますんで、全部共通で裏切りなんですね。ってことで、ステージ2で獲得できる利得っていうのは両者常に裏切りが無1なんですね。ってことはステージ1でどんな結果が実現した後であっても無関係に、2期目の利得は1になってしまいます。もうそれは大事なのは1っていうよりも固定なんですね。どれやろうが同じです、利得同じです。 A さんにとっても B さんにとってもどれが実現していようかっていうのが大事な点です。ということで、まあ、これでこの絵で描けばこうなりますよね。ここ協力した後のステージゲームで何が起こるか、これが起こりますよね。でこのゲームでもこれが起こると、ここでもこれが起こる、ここでもこれが起こるということで、今の時点で確定したのは戦略の組で言えばもうここ確定したんですね。ここ全部裏切りになります。 A さんこれも B さん全部裏切りになります。ここそれは部分ゲームだからね。つまりここはここね、ここで何が起こるか、裏切りが起こります。ごめんなさい、ここじゃないや、ここはこことここですね、裏切りが起こります。全部裏切りになるからね。ここでも同様ね、裏切りになります。ここでも裏切りになります。ここでも裏切りになります。それが部分ゲーム完全均衡で、今のところ分かったところです。じゃあ残りこれどうなるかっていう話ですね。ということで、あとねこれの中に書いてみようか。じゃあ実現するのはどれか、つまりステージ2以降で何が実現するのか確定するかというと、もう全部裏切りです。これが部分ゲーム完全均衡で実現する結果になります。ここまでは分かった。この部分ゲームではこれが実現する、ここではこれが実現するって分かりましたね。で利得、こことこいつを使って、それをねこの初期点に移動しましょうか。それが縮約ですよね。縮約しましょうか。じゃあ縮約して、縮約することによってステージ1に実現する結果、そして部分ゲーム完全均衡を出していきましょう。はい、縮約した結果これね、さっきの2ステージ目の裏切りの後の数字を利得をここに持ってきてます。はい、でステージ2で決まったのね、このオレンジとグリーンの部分ね、11ですね、両者裏切りだからね、1111。はい、じゃあこれ利得表に直そうか。でそこでのナッシュ均衡が部分ゲーム完全均衡になりますね。部分ゲーム完全均衡でステージ1で選ばれる行動になるよね。でこれここが両者協力のところでここに書いて、協力裏切りの後はここに書いて、こいつをここに書いて、こいつをここに書いて、ナッシュ均衡を出しましょう。で各セルの数値は全体の利得ね。で大事なのはね、ステージ1意思決定する際にはステージ2のことも考えなきゃいけないよね。今期損して来期得するかもしれないからね。だから今期だけ目先のこと考えなくていいよね。将来も考えて意思決定しましょう。ただ今回の場合には今期損して来期得するとかできますかね。来期、今期何があっても来期はもうどうせ裏切るんですよ。だからもうこれ固定値ですよね、全部。ということでステージ1において A が、まあ、仮に相手がステージ1で協力する場合どうしようか考えようか、相手がこれ選んだらどうしようか、比べるべきはこことこですよね。どっちがいいですかね。協力選んだら今期4をもらえて、ただ来期裏切りで1、裏切り選んだ今期5をもらえて来期裏切りになって1、どうせ来期裏切りですよね。どっちがいいですかね。でこの2つの数字比べるんですね。今の数字を書き直しただけです。でこれ大事なのは
これ共通ですよね。どうせ1ですよね。これ1、ここも同じね、1ですよね。ちなみに B が比較するときも同じですよね。1、1、1、1だからこれ共通ですよね。で A の場合にはこれデルタが書いてるけども、これも共通ですよね。プラス、あ、これイコールなしだな、こうなりますね。は共通で、今得る利得だけが違ってきますよね。来期はどうせ裏切りの1なんですよ。だから今得る額だけは違う。行動を変えても今の利得しか変えようがない。来期は絶対裏切りだから、だから重視すべきなのは今どれだけ得るかですよね。今どれだけ得るかですよね。ということで、ここで知りたいのは、今損して来期とする、得する、そんな選択、そんな行動ありますかと、そんな行動できますかと。これ無理なんですね。来期は常に裏切りです。ですからステージ1で両者が自分の行動を選ぶ際には将来考える必要はなくなります。例えば今裏切ったら来期仕返され、仕されて下がっちゃうかもとか思う必要ないのね。下がりようがないから、絶対1だから、そんなこと考える必要ないし、じゃあ協力する約束してみようか。今協力してくれたらお返しに協力してあげるよと、まあ、約束された方がいいかな。約束されたとしましょうか。相手がね、今協力してくれたらお返しで協力するよと、これ信用していいですかね。で、仮に協力実現したとしても来期、これ嘘ですよね。今期協力で実現したとしても来期、相手は協力の後のステージでも裏切りが得ですからね。協力のステージの後でも両者裏切りの1-1にしかなりませんから、だからこれ協力しても意味ないのね。という口約束は自分がしても信用してもらえないし、相手の言葉を信用する必要もないんですね。なぜならそのお返しでなほにゃららするよが相手に得になる行動じゃないから。だからどうせ裏切るんでしょとなって、結局今期だけを考えようということになるんですね。ということで、これ今期の利得表なんだけども、今期と来期を合わせたね、1個前のこれと同じね。だけどどこが違うか、結局来期は絶対1だよね。だから比較する際には無視していいよね。デルタも無視しましょう。残るのはこの色のついたところだけですね。そこだけ取り出して、これを最大化するのと同じなんですね。これ手元のステージ2のステージゲームですね。ただの囚人のジレンマですね。じゃあ何が起こるかというと、どっちがいいかこっちですね。どっちがいいかこっちですね。まあさっきと同じようにね、4と5どっちがいいか裏切りですね。マイナス1と1どっちがいいか裏切りなんで、やっぱりこれが実現するんですね。ということで何が起こるか、はい、このステージには分かりました。絶対両者裏切ると。ってことはもう裏切るしかないんですね。これは裏切りが起こるということで、明日今日どう行動しても明日どうせ両方とも掃除しないから、だったら掃除しないわとなるんですね。というのがこの結論になります。単純にこれを最大化するんですね。まあ実際にはプラス、この数字にプラス1かけるデルタ A だったらね、 B だったらプラス1かけるデルタ B がつくんだけど、それは全部についてるから代償比較では意味ないですね。だからこれが実現しますというのが分かります。で、こう考えてもいいかな。 A さんはじゃあこっからこっち書いたらどうなるだろうか。裏切り、相手が裏切るときに裏切りから強力に変えますね。今に損しますね。その分来期得するでしょうか。これのままだと1です。来期のために協力したところで今に減る代わりに来期は相変わらず1です。だからこれ変わんないよね。損して得取れならないですよね。損して現状維持ですよね。その後は B も同じね。 B も同じで、これじゃなくて今損して今協力してあげて代わりに協力してくれたらいいなと思って、ここで2損したところで来期実現するのは、現状だったら1だったのが得すればいいんだけど、こっち選んだところでこれが実現するだけですからね。変わんないよね。だからただ今損しておしまいなんですね。これだとどうせ来期の行動は変わんないんだから。ってことで、単純にもうどう行動してもどっち動いても利得は変わんないから、変わんないから1のままだから、単純に今の利得を最大化するべき行動をして、なし金庫が実現すると
いうことになるんですね。ということで、じゃあ部分ゲーム完全銀行どうなるか、今までやったのは、最初にやったのはこれね、ステージには何があろうが裏切りですよという話でしたね。じゃあステージ1結局どうなりましたかね。両者裏切りでしたよね。はい、これでステージ1も裏切りというのが分かりました。じゃあこれを書き込んでみると、ここを書いてね、両者裏切りね、両者裏切りで、最初のステージでも裏切り、A さんね、B さんは裏切りですね。はい、これで実現する結果が分かりました。2ステージある場合も、両者裏切って、で、利得これね。で、仮に他のステージ、ゲーム、他のステージで他の結果を実現していたら何が起きていたはずか。それは実際には実現しないけどね。それでもやっぱり裏切り裏切りですよね。で、これ色つけてるのはね、ここ。裏切り裏切りでこれ実現するよね。裏切り裏切り。で、最後の裏切り裏切りの後の裏切り裏切り、ここね。これも実現しますね。だから裏で書いてます。まあ、ここのね、黒いところは、これ両者協力した後は裏切り裏切りなんだけど、まあ実際にはプレイされないよね、ここ。ここ。両者裏切り裏切りなんだけど、実際にはね、こう、ここね、裏切り裏切りだけど、プレイはされないよね。ここも同じね。両者裏切り、こことこの組み合わせだけど、裏切り裏切りだけど、まあ一応プレイはされない。プレイされるのは、ここね、ここと、ここですね、ステージ2がこれで、これが実際に実現するパスね。ステージ1がこれね。ということで、両者裏切っておしまいということになりました。じゃあ、練習問題3行きましょうか。これ、ステージ1、ステージ2ね。この前に1個ステージ加わったらどうなりますかね。今度、ステージ、これ今まで見たやつね。はい、ステージ0が加わりました。どうなるでしょうか。で、ちなみに、利得はね、0決め、最初のステージの利得足す、ステージ1の利得かけるデルタ i と、これね、2回割り引くんだけど、ちょっとこれややこしいから、もうこれ1って考えてください。割引率1だから、もうこれ無視して考えなくていいです。単純に3つ足したと考えましょうか。そうした方が分かりやすいかもしれない。さて、何が起こりますかね。はい、じゃあ答えいきますね。これはどうなるかっていうと、もうこれ縮約したら同じですよね。ここを考えるときにはもうすでにステージ0、1で得た利得っていうのはもう変えようがないから、ここに着目すればいいんだよね。デルタも関係ないよね。だからステージ2でどれだけ獲得するかだけを最大化するのが利得最大化になるので、ナッシュ銀行である裏切り裏切りが実現しますね。それはステージ2の部分ゲームすべてで裏切り裏切りが起こります。一番小さな部分ゲームね。一番小さな部分ゲームでは全て裏切り裏切りと。じゃあもう一個大きい部分ゲームいきましょうか。今度これですよね。これがさっき分析したやつよね。結局今までに得た額は無関係になるしね、代償を比較する際には。ステージ2はどうせ裏切り裏切り裏切りですよね。だから利得変わんないから将来への影響もないと。だったら両者裏切り裏切りですよね。はい、じゃあ1個戻りましょうか。1個も戻っても同じね。両者裏切り裏切りを選びます。なぜなら将来への影響はもうないんですね。ここの部分ゲームでも裏切り裏切りだしね、この協力裏切りの後のこの書いてない部分ゲームでも裏切り裏切りが同じように実現しますんで、結局何選んでも裏切りが起こるので、ステージ1でもステージ0でも裏切り裏切りが起こります。ということで、全てのステージ、しかも実現しない部分ゲームも含めて全部で裏切り裏切りが起こるというのが最後の日がある場合の結果なんですね。最後の日から順々に前に解いていくんですね。それが部分ゲーム完全均衡になります。まあ、ただね、この本当に部分ゲーム完全均衡は実現するのかと、人間の行動でね、まあ、それはまた別問題ね。ですが部分ゲーム完全均衡が実現するとするとこうなっちゃうよという話なんですね。ということで、もうすでに今日の朝から掃除しないんですね、両者は。卒業まであと3年ないか2年半あるけども、というのがこの部分ゲーム完全均衡の予測なんですね。じゃあ最後補足いきましょう。最初こんなゲーム考えましたね。 N ステージのゲームでステージ、まあ、0でもいいや、0、1、2、点々点 N まで全部あります。今ね、さっきやったのは3ステージまでやりましたね。
2ステージしかない場合と3ステージある場合と、 N ステージも同じですよね。じゃあステージ N 個ある場合でも、毎期毎期囚人のジレンマだったら、最終期 N っていうのが分かってるんだったら、後ろ向きに解いていって常に裏切りが起こると、つまり毎期毎期ナッシュ均衡が実現するんですね、そのステージゲームの。じゃあこれゲームの内容違ったらどうなるでしょうか。ナッシュ均衡が一つだけある同時手番ゲームするとしますね。例えばナッシュ、囚人のジレンマやると、でステージ2ナッシュ均衡が一つだけある同時手番ゲームしますね。でもね、これステージ1と同じである可能性ないです。例えばね、あのリッチゲームでいいよね、あのどこにアイス屋さんを出すかっていうゲームでもいいね、中心に出店するよね。で今度ステージ2も同じ、毎期毎期ナッシュ均衡が一つだけある同時手番ゲームを最終期まで繰り返したとしましょう。でまあ当然ね、さっきみたいに全部囚人のジレンマでもいいし、全部違うゲームでもいいですね。とにかく同時手番ゲームで、それぞれ単独で見るとナッシュ均衡は1個ですよと。で利得はそれらを足して、まあ割り引いたもんなんだけども、割り引いたもんこれ考えなくていいです。全部1と考えても同じ結果になります。単純に全部足したものでもいいです。何が起こるか、これどのステージで考えても、まあ最終ステージ行こうか。最終ステージは今までに起きたことはもうどうしようもないので、利得の代償の比較と関係ないよね。来期以降もないから、今期協力して来期協力してもらうとかもないですよね。だからもう単純にこの期得する行動を選ぶんで、最終ステージはナッシュ均衡は実現しますね。はい、1個前戻りましょう。1個前戻ったらステージ N-1 いきますね。来期はどうせ1個だけあるナッシュ均衡は実現するだけだよね。だから影響を与えようがないよね。じゃあ今まで過去の行動も関係ないよね。過去の行動利得も確定しちゃってんで、ってことでその期のナッシュ均衡をプレイしますよね、両者。これが0ステージ、ステージ0まで続きますね。ということで各ステージの行動をどう決めるかっていうと、今選んだ行動っていうのは将来に影響を与えません。影響があるんだったら今手を変えて今損して将来得を取るとかできるんだけど、どうせ今どう行動したって将来の各ステージで何実現するかって言ったら、各ステージ唯一のナッシュ均衡1個しかないので、それが実現するだけですよね。だから変えようがないんですよ、利得を。だから損して得取れない、損して現状維持のまま。だからどのステージにおいても両者将来への影響を考えてもしょうがない、変えようがないから、毎期毎期ナッシュ均衡が実現するから。だからもうできるのは今のステージで獲得できる利得の最大化をしようと、それだけですね。じゃあ何が実現するか、今のステージのナッシュ均衡が実現するだけですよね。それが毎期毎期、実現、まあそういう同じような理屈で考えて行動しますので、全てのステージで各ステージの唯一のナッシュ均衡が実現していくということになります。だから将来のことを考えてそのステージだけで見たら損に見えるような行動を選ぶと、そういうことはないんですね、最終ステージがある場合には。でそれがね、無限ステージになる場合にはステージがいつ終わるか分かんない場合には話が変わってくるんだけど、ちょっとその話はこの授業で扱えないので、次回は、ステージの終わりのステージがあって、そこにナッシュ均衡が2個ある場合にはうまくいくケースがあるよっていう、うまくいくケースがあるよって話をしていきます。ということで今日のまとめいきますね。ナッシュ均衡が1つしかないようなステージゲームが有限回繰り返されるゲームでは何が起こるか、これ1個前のスライドのこの話ね。そうすると部分ゲーム完全均衡では何が起こるかというと、どのステージでも、まあ、各ステージの唯一のナッシュ均衡が毎期毎期プレイされると、そういう結果になります。でその一つの例が最初にあった囚人のジレンマの2期間と考えることができますね。例えば囚人のジレンマゲームが、有限回繰り返されるゲーム2回やりましたよね、2回繰り返される、その部分ゲーム完全均衡では何が起こるかというと、どのステージにおいてもそこでの唯一のナッシュ均衡である裏切りが実現してしまうんですよということになります。まあ実際にね、この部分ゲーム完全均衡が実現するかっていう話は実際の人間のプレイにおいてね、まあそれはまたともかくなんだけど、部分ゲーム完全均衡においては両者裏切りが、実現する戦略の組ということになるんですね。で口約束の効果を考えてみようか。例えば今期お互い協力できたら来期もお互い協力しようよと
口約束する、そうして来期協力しようよ、二人で協力しようよ、利得いっぱい得ようよを餌にして、餌に使って、そんな方法を使うことによって両者協力することは実現可能ですかと。でこれ餌はね、どうやったら信じてもらえるかっていうと、これを実際にプレイするのが相手にとって得じゃなきゃダメですよね。そんなこと言ってあなたそういうふうに行動したらあなた損するじゃないか、だから信用できないよってなっちゃうんですね。だからこれね、これ信用してもらえないんですね。協力は来期相手にとって支配される戦略、なし金庫じゃない、プレイするのが得じゃない行動だから、だからこういうのはうまくいかない、だから部分ゲーム完全金庫は実現するという設定のもとではそれは、うまくいきませんよと。なぜならもし仮に協力根拠実現したとしても来期協力実現できるかっていうとない、それは無理なんですね。なぜならその後の部分ゲームの難所均衡、例えばね、協力の後の部分ゲームありましたよね、一番上のこの枝ですよね、そこで裏切りでしたよね。だからあなたは嘘でしょと、あなたは裏切る方が得じゃないかとなって、だったらそもそも今期こんなことしないよね、もう今期も裏切るよねと言って、今期も裏切りが実現してしまうと。これが予測になるんですね。じゃあちょっとこんなのダメじゃないかと思うかもしれませんが、次回やる内容では来期にナッシュ金庫が複数ある場合には、もしも協力できたらいい方のナッシュ金庫をプレイしましょうよと、もしも協力できなかったら悪い方のナッシュ金庫をプレイしましょうよっていう合意ができる場合があるんですね。で来期のナッシュ金庫なんで、それは相手にとって得な行動の一つなんで、脅しとかね、飴と鞭が機能するんですね。信用できる飴と信用できる鞭なんで、実際相手にとって得だからね、だから信用してもらえて、その事前の段階で協力が実現し得るよ、今損して将来得を取ると、そういうことができますよって話を次回やっていきます。ということで、今日は以上です。